始まるよ。おはようございます、ガブママです。おはようございます。ひなちゃんの差し入れの動画です。今日も元気ですよ。さあ、今差し入れを作ってますけど、だいたいうちは、2.5、 まあひなによったら3倍、だいたいこんな感じかな。温度はだいたい40度から43度ぐらいですね。さあ、そういうことで今日もひなちゃんに差し餌をあげていきたいと思います。で、冷めないようにね、こうやってね、湯煎しながらやってますよ。で、初めてね、差し餌をするひなちゃんをお迎えされた飼い主さん、はい、はい、おいで、はい、おいで、はい、ハゲチョロ、ハゲチョロちゃん、ハゲチョロ、はいよー、今日もご飯いっぱい欲しいの。あれ、かわいいね。よし、いっぱい食べるかな。はい、よし、おいで、おいで、おいで。これいっぱい毛生えないとね、もう寒いからさ、これ。よし、よし、よし。よし、よし。よし、ちょっとですね、その子その子に合わせて、この子はね、いっぺんに食べれない子なんで、少しずつ。あれ、どうしたい？スプーンで食べるか？うん、ほら、スプーンで食べる。うん、うん、うん。スプーンで食べるの？はい、スプーンで返したら。よいしょ、はい、今この子で一日、朝昼晩と寝る前と4回です、うんうん、ね、慌ててお腹空いてて慌てて飲むとむせたりしてますね。なんで少しお休みしながら。よし、はいはい。はい。もっといっぱい食べないとダメじゃないかな。よし。はい、次。はい。足引っかかってる。足。ほら、足。よし。おいで。はい、おいで。はい、おいで。よし、おいで。よし。おいで。おいで。よいしょ。よいしょ。うん。おいで。いつまで逃げてんのか、こら。ねえ。おいでー。よしよし。よし、おいで。はい、ご飯だよ。よし。はい、おいで。あーちゃん、なんだ、おれ。よしよしよし。やっぱりね、なんか他にも、オカメちゃんがいると、こう、競争心が出てですね、食欲が、こう、増すというか、そんな感じです。えりー。よしよしよし。あれ？よしよし。よし。よし。はいよ。よし、はい。この子はね、あんまりいっぺんに食べれないか、少しずつ。よし、ほれ。え、食べる？よしよし。よし、よし。よし、はい。よし。うん、食べたっけ。よし、はい、怖い怖い怖い。よし。これね、カゴに入れとくと結構平気で動いて歩くんだけど、ちょっとこう、カゴがないだけで、これだけひなちゃん、なんていうのかな、こうビビるっていうかね、そうなんです。だから、こうやって伏せして、この子はもう全然ね、あれだけど、伏せして、こう、姿勢を、ほら、落ちろ、落ちろ、姿勢を低くして、例えばこういう風に見えないね。姿勢を低くして歩くは、こうビビってるんで、できたら、
慣れるまで、そうだな、やっぱりカゴに入れてあげた方がもしかしたら安心するかもしれないし、スパルタで、まあ慣れる、何回かね、あれすると環境に慣れるので、まあやっても別にカゴなしでしてあげても全然順応します、順応していきます。あ、この子はね、パステルフェイスの、ノーマルさんですね。もうほっぺたがはっきりと黄色、黄色というかまだね、やっぱちょっとグレーと黄色が混ざったような頬の色して、すごい好きな色です、私も。はい、かやっぱこんなちっちゃくても朝はあんまり食べないんですね。皆さん朝食べない、夜あんなにいっぱい食べるのに朝全然食べないっていう飼い主さん、もうこんなちっちゃくても朝はほら、はい、じゃあ食べて、よしよしよし。まあ食べる日と食べない日があると思います。すごい昨日は食べたけど今日はあんまり食べないなとかね。かわいい、よしよしおいで、よし、かちゃんどこおいで、かわいい。これか、お腹はちょっといっぱいになったけど、おいでおいで、ほら、よし、まあ、朝はねこんな感じですね。あんまりなんていうかな、もうこの子たちまだまだ初飛行まだ先なんだけど、まあ朝はねこうやってね、ビビってんだ、おいで、あらさ、ビビりっこ。おいしょ、これあんまり揃えたら潰れちゃうのかな、母ちゃんの腕の下で。ん、いいの、もう後でお腹しくよ、待って昼まで当たんないよ、大丈夫かな。かわいい、すみっこが大好き。ねえ、ひなた、えちえち、いい子だね。いい子だ、いい子だ。まだ、あ、ちえ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 、よしよし。いつもですね、ペロッと食べちゃうんですよ。もう足りないぐらい。夜は。だけどこれ、こんだけ余っちゃうの。多分、3分の1ぐらいしか食べてないです。作る量も。ほれ、そんなことないな。もうちょっと食べないとな。よいしょ、ほら。出らんのか。そうか。まあ、こんだけお腹膨れてるから。まあ、大丈夫でしょう。そしたらですね、あとこうやってね、うちはこうカゴ使ってるんだけど、もうちょっと洒落たね、カゴ使えばいいと思うんだけど、まあまあ、見た目より実用的なものの方が私は好きなので、これはね、ここ空いてるから、通気性もいいし、いいんです。一応通気性も考えてます。でね、おーらおら、落ちる落ちる、で、こうやってね、まあ紙でも木のチップでもいいんだけど、うちはこうやって紙使ってます。どうしてかというと、はい、ここクイズです。チッ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 。さあ、答えです。ひなちゃんのうんちの様子を見るためです。ねえ、まあそんなね、こんなちっちゃい時かあんまりその変わったうんちっていうか、例えばね、ちょっと血液が混ざってる、うんちとか、そういうことをね、今まで一回もないんだけど、一応ね、みんな、下界に出るとこう怖がっちゃって、クリー、よし。まあでもね、5匹一緒に固まってるから、この子たちは、まだ1匹でいるよりは安心。見てくれよ、これ。昨日の夜から今日までこんなうんこします。結構うんちしますので、皆さんほら、ちょっと汚いですけど、はい、このぐらいうんちしますので、私は、毎回、まあ、撮影のたんび、朝昼晩ですから、毎回、こう、ね、取り替えて、このカゴも洗って、使ってます。よし、いいのかね？ん？はい、うちのハゲチョロピー、はい、
さあこの子がですね、ほら見てください、毛いっぱい生えてますよ。生えてきました。ねえ、ねむねむでしょ。もうご飯食べたらねむねむだもんね。見てください、このチュン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 、これ。はい、この子、はい、こんにちは。お迎え待ってますって、ほら、お迎え待ってます。はい、はい。これ見てください、ほっぺたの色が違うでしょ。これはパステルフェイスの、のおまるさんです。お迎え待ってます。はい、この子は、お迎えが決まってます。この子も決まってます。かわいいでしょうよ。羽もね、だいぶ生えてきて、もうちょっとで。もうちょっとでね、生えたパンと生え揃います。かわいいね、これ。ハゲチョロ。かわいい。この耳、これ。耳ですよ、これ。オカメの耳。お猿みたいな耳してるけど。ルチノさんだからお目目が赤いですね。さあこの子はね、ほっぺが黄色になるかオレンジになるか、どっちかな、楽しみですね。えかわいい、ノーマル、これね、パステルフェイスのノーマルもかわいいですよ。では皆さん、またねー。